ネルソン伯爵は、連合王国貴族の伯爵位。フランス革命戦争、ナポレオン戦争で活躍した、海軍軍人保冷所ネルソンが除された、ネルソン男爵位を前身とし、その兄で、第二代ネルソン男爵を継承したウィリアム・ネルソンが1805年に、除されたのに始まる。初代ネルソン主爵、ネルソン男爵保冷所、ネルソン伯爵艦隊中将海軍軍人保冷所。 ネルソン白色艦隊中将は、1798年のアブキールアの海戦に勝利して、ナポレオンのエジプト遠征に打撃を与えた功績で、同年10月にグレートブリテン貴族釈位ナイル及びノーフォーク州におけるバーナムソープのネルソン男釈に除された。また同年シチリア王国とナポリ王国からブロンテ公釈位を与えられた。 ついで1801年4月2日のコペンハーゲンの海戦でデンマーク艦隊を壊滅させた功績で同年5月22日に連合王国貴族爵位ナイル及びノーフォーク州におけるバーナムソープのネルソン主尺に除された。また男子がないことを考慮され同年8月18日には彼の男系男子についで彼の父と彼の姉妹 スザンナとキャサリンへの特別継承を認めた、連合王国貴族社区位、ナイル及び、ノーフォーク州におけるヒルバラのネルソン男爵に除された。保冷ョは1805年10月のトラファルガー海戦で、フランススペイン連合軍に勝利するも戦死した。男子のないままの戦死だったため、ネルソン死爵区とナイルバーナムソープのネルソン男爵位は、廃絶し、両シチリア王国の社区位、 ブロンテ公爵と特別継承規定があるナイル及びヒルバラのネルソン団爵位のみ保冷所の兄で国境海牧師のウィリアム・ネルソンに継承された。さらにウィリアムは同年11月20日に連合王国貴族爵位トランファルガー及びマートンのネルソン伯爵とサリー州におけるトランファルガー・マートンのマートン死爵に除された。この両爵位は 自身の男系男子に次いで姉妹のスザンナとキャサリンへの特別継承を認める規定が付けられていた。男子のないウィリアムの死後、ブロンテ公爵位は、ウィリアムの娘シャーロットに継承された。一方、ネルソン伯爵、マートン子爵、ナイルヒルのネルソン男爵位は、姉スザンナとトマス・ボルトンの間の長男である、トマス・ネルソンに継承された。以降2016年現在に至るまで彼の、 男系男子によって継承されている。2016年現在の当時は重大ネルソン伯爵、サイモンネルソンである一族と爵位に係るモットーは、総王指揮者に矢士を与えよ。この場合の矢士は勝利の象徴を意味している。現当主サイモンネルソンは、以下の爵位を保有している。ネルソン伯爵ネルソン系図。ありがとうございます。